新型コロナウイルスの感染者の増加を受け、県は先ほど始まった対策本部会議で、仙台市内全域の接待を伴う飲食店と酒類を提供する飲食店に対し、21日から時短要請を行う対策案を示しました。県は現在、 リバウンド防止徹底期間として県外への不要不急の移動や飲食を伴う行事などの自粛を求めていますが感染者数が増加傾向にあることから対策を強化する方針ですきょう県庁では午後4時半から対策本部会議が開かれていて東京出張中の村井知事はオンラインで出席し話し合いが進められています 会議では仙台市内全域の接待を伴う飲食店と酒類を提供する飲食店に対し今月21日から来月16日まで営業時間を午後9時までとする時短要請の案が示されましたリフ町の宮城スタジアムでは今月21日から最大1万人の観客を入れて東京オリンピックのサッカー競技が10試合行われることから それに合わせて時短営業を要請し、感染拡大の防止につなげたい考えです。要請を受け入れた飲食店に対しては、1日あたり2万5 0 0 0円から7万5千円の協力金が支払われます。これら会議で示された対策案については、専門家の意見を踏まえ、この対策本部会議で最終決定される見込みです。 そして県が感染症対策を行っている飲食店として認証した店は、時短要請の対象から外れるということです。